空前の大根名詞、吉兆の名名詞、またも立てたの門場名詞ということで、まあ、これからですね、この地域の古老の話をもとに忠実にこの久世の大根飯を再現していくんですけども、まずこの大根なんですけども、使うのはどうもこっちだけらしいんですね。よく昔は田舎だと、ちょうど今頃になるとこの大根がですね、よく干してあったんですよ。それはたくあんを作るためなんですね。それでたくあんを作る場合にこうやってまあ皮を剥くんですよね。でこういう状態になったものを干して塩漬けにすると、でこれは地元の農家はこういうものをね、冬になると延々と作ってたんだけども、その後これが残ると、これを久世の人が持って帰って、大根飯に使ってた。だから多分材料っていうのはこういうものだったっていうことです。そして次の材料なんですけどね、当然飯なので米がいるんですけども、その米というのがこれです。まあ葛米ですね、小米とかね、いりごとか言われるもので、まずもみすりをした後、それをふるいにかけるんですね。ふるいにかけると、こう未成熟の青い米や、このあともみすりの過程で砕けた米が出てくるんです。僕は子どもの頃ね、農家だったんで、このくず米も使うことは使ってたんです。何に使うかっていうと、おかきに使うんです。餅に練り込んで、で餅が冷やして固めて、それを薄く切ってですね、で焼いておかきにしてたんですね。でくず米を入れとくとすごく香ばしいおかきになるという、まあそういうことをやってたんですね、昔は。だからこれそのまま食べるっていうことはまずなかったんです。であとくず米なんですけどね、今のくず米と昔のくず米っていうのは違ってたはずです。というのも、このもう一回ちょっとこの米を見ていただければわかるんですけども、まずもみをすりをして、その後ふるいにかけて、未成熟の米とかそういう割れた米を出すんですけども、この時点では、米がついてないです。玄米のままです。で実は玄米っていうのは結構新しい時代にできたもので、昔は精米されてたものをみんな食べてたんです。というのも、今みたいなもみすり機がなくて、昔は臼でついてたんですね、米を。でついてる過程でだんだんもみが剥がれてきて、でさらにもみが剥がれた後、ぬかの層にも傷がついていくんですね。それでもみすりと精米が一緒にされるっていうのが昔の、米の、精米のやり方で、久世の住民によればついた後の米をふるいにかけるとぬかと一緒にそのくず米が出てくるんですね。だからそのぬかの中からさらに、くず米をより分けて使ってたっていうことなので、だから昔のものは これは全く玄米なんですよ。玄米じゃなくてある程度精米されてたはずなんですね。じゃあ当時のくず米をどう再現するかなのかって考えてたんですよ。まあいろいろ調べてみたんですよね。結局このすりこぎを使うのがいいと。このすりこぎの中に米を入れてゴリ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 やっていくんです。これで1時間ぐらいゴリゴリやったものです。でそうすると表面のぬかの層が剥がれていくので、まあかなり当時の状態に近い状態になっています。だいたい多分2分月ぐらいの米ですね。多分当時のくず米っていうのはこういう感じのものだったんだと思います。いい具合に、ね、米を砕けてるし、まあ一応ぬかの層もある程度は取れてるので、これで作っていきたいと思います。まだぬかがついてるのでしっかりと閉じます。でいくら昔の部落の住人が貧乏だったといってもある程度美味しくしようという努力はしてたと思うので、ちゃんとまぬかを取って洗ってから炊こうと思います。くず米を洗いました。これでだいたい1合あります。で次に大根なんですけども、おそらくね、細かく刻んでたと思う。かなり細かく刻んで使ったはずです。でないとね、ちゃんと米と混ざらないで。
これをしっかり細かく刻んでいきます。大きな葉っぱが入ってると多分美味しくないんで、多分昔の人も相当細かく刻んで入れてたんじゃないかと思います。で、ここからがねちょっと衝撃的な話なんですけども、じゃあキッチョのなめしはどうなんだっていうふうに聞いてみたんですけどね、そこで使うナッパっていうのはね、どうも大根の葉っぱのことらしいんですよね。ということは、クゼの大根飯もキッチョのなめしも同じようなものだったと、同じようなものとか同じですね、ということらしいんですね。住民の方の話を信じるのであれば。ということでね、今回クゼの大根飯ですけども、キッチョのなめしは結局同じものを作ることになるので、またの機会にね、武田の門場飯も作ってみようかと思います。もうちょっとのところあんまり綺麗じゃないんでね、多分これギリ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 のところ、いやどうか、でもこの辺も使って、この辺も多分使ってたでしょ当時は。こんな無駄にはできなかったはずですね当時。まあ実際これ作ってるのなめしですよね、これ大根飯とは言いながら。今のね、新しいレシピだと、この最初にこれを入れるんじゃなくて、このナッパは別に茹でたり、あと塩で揉んだりしてご飯に後で混ぜ込むっていう作り方の方が多分美味しいと思うんですけど、地元の方に言わせるともう最初から混ぜ込んで、それで炊き込んでたっていうんですね、もう一緒蓋にして。なので今回もね、多分美味しくないと思うんだけども、そのやり方をなるべく再現したいと思います。こっちの鍋の方がいいですね。昔の人はね、今よりもたくさん食べてたと思います。今と違ってね、昔はもう肉体労働がメインなんで、いくら貧乏人といえども相当食べないとやっていけないんで、くず粉に入れます。それでもうこれはもう戦前の大正とかね、明治ぐらいの頃の話なんで、その頃はもういわゆる今のみたいに固く炊いた米なんて贅沢で食べれなかったので、当時はもうおかゆです。ということで、これ米1合あるので、これを全がゆにするので、まず 500ml 入れます。このぐらいの水の量でね、伸ばして食べてたというふうに考えられます。これをこれから炊くわけですよね。多分なんか見るからに美味しくなさそうなんですけども、強火でいきます。いろりと釜なんていうものはないんで、ここはもう現代のガスコンロでやっていきます。まあ、作ろうっていう人はいないと思うんですけど、もし作るんだったらまず注意点いくつかあって、このくず米なんですけども、例えばペットボトルの中に入れたり、あと一升瓶の中に入れて棒でつくっていう方法があるんですよ。あれは相当時間かかると思います。だからやっぱりね、このすりこりが一番いいんじゃないかと思います。あと注意していただきたいのは、コイン精米機、うちの近くにもあるんですけど、あれはどうも使えないみたいですね。くず米は入れないでくださいって言って書いてある、故障の原因になりますって書いてあるので、あとうちの近くにもコイン精米機ってあるんですけども、あれに入れるのはダメです。くず米入れたら故障するのでやめてくださいっていうふうに書いてありましたんで、それやめました。ただ家庭用のね、小型の精米機っていうのもね、アマゾンとかね、ヤフオクとかその辺で売ってるので、そういうのを使うのはひょっとするといいのかもしれないんですけども、でも基本くず米はもう手で精米するしかないんじゃないかと思います。よく考えたら最初にもうちょっと米をつけ置きしとけばよかったですね。なんかこのままだと生煮えになりそうな気がするんで、これからは弱火でゆっくりと煮ていきます。クゼの大根飯、キッチョのなめし、またも武田の門場飯なんですけども、クゼの方に言わせると、実は武田よりクゼの方が貧しかったっていうんですね。
久世だったら大根飯が食えると、吉兆なら菜飯が食える、ただ武田っていうのはもう最低限の門場飯か、門場飯っていうのはおからをぶち込んだご飯だそうなんですけども、武田は一番まずい門場飯しか食えないっていう、まあ、そういうふうに解釈されてるんですけども、ただ実際そうじゃないですね。この大根飯っていうのも、まあ、今クックパッドなんかで大根飯検索すると相当美味しそうなものが出てくるんですけども、これなんかもう材料からしても最底辺ですよね。だからとてもこれが武田の門場飯よりいいものだったとはもう思えないっていうのはもうこの辺でわかると思うんです。だからあれは、その久世吉兆武田とあって武田が一番貧しかったっていう意味じゃなくて、久世は大根飯、吉兆は菜飯で、武田は門場飯と、まあ、それぞれの部落でそれぞれの貧しさがあったよっていう、まあ、そういう意味で、武田が一番ひどかったっていう、まあ、そういう意味じゃないと思うんですね。というのが、まあ、私が実際3地域を回ってみた感想です。こんなもんでいいでしょう。これで火を止めて、粗熱が取れるまで放置しときます。はい、では出来上がりました。なんかちょっとこれやばそうなんですけども、豚まで、これでね、一人分です。結構な量なんですけど、現代人には多すぎるので、このぐらいにしておこうかと思います。ではこれが久世の大根飯兼吉兆の菜飯です。さて食べてみるんですけど、まず匂いからしてやばいですね。あのなんか精米所の匂いがしますね。これ毎日食べるのは相当厳しいですね。でこれね、聞くところによれば醤油も高くてね、買えなかったそうなんですよ。だからまあせいぜい手に入るのは塩で、こうやって塩をかけて食べてたと。多分そうじゃないかなと思うんですね。味付けはシンプルに塩で、塩かけたらまあなんとかいけるかなと。もうちょっと美味しく食べる方法を考えてみたんですけど、このナンプラーを入れたらいいんじゃないかと。なんか昔ローマだとね、この雑穀のおかゆに魚醤をかけて食ってたっていうんで、多分ナンプラーかけたらまだいけるんじゃないかなと思うんですね。当時の久世にナンプラーなんてなかったと思うんですけど、ひょっとするとそのね、あのしょっつるなんかがあったかもしれないんで、まあ、そういうことを期待してかけてみますね。やっぱダメですね。やっぱシンプルに塩の方が美味しいですね。ちゃんとね、おかずにこうやって豚汁とですね、サラダもありますので、あとキムチもあるんですね。ということでこれを今日の朝食といたしたいと思います。今ちょっと改めて普通のおかずと一緒にこの久世の大根飯食ってるんですけど、結構いけますね。なんか食っていったらだんだん匂いとか慣れてきたんで、むしろ味付けずに普通に おかずと一緒に食べたらいいかもしれない。当時はまあこんな豪華なおかずなかったと思うんだけど、これで、まあ、ちょっとたくあんと漬物とかあったら結構いけるかもしれないです、このキッチョの菜飯。なんか食べてたらなんか普通にいけますね、これ。あっちしても大根と米なんでそんな味ないんで、おかず次第で結構いけますよ、これ。まああと野菜いっぱい入ってるんで、まあ現代ではこれあのダイエット食にいいかもしれないですね。昔は多分あのさっきの鍋一杯の量を一人で食ってたと思うんですけども、まあ、今だとこのくらいの量をですね、ダイエット食として食べるっていうのにはいいかもしれないです。あとね、やっぱりこのくず米っていうのはあまり水を吸わないのかな。やっぱおかゆなんだったらまじドロドロしてないというか、
なんかお茶漬けか雑炊みたいな感じで食べれてしまうと、まあそういう感じですね。久世の大根飯は、まあ美味しいものではないんだけども、おかず次第では結構いけるっていうのが、まあ私なりの結論です。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。